はい、この時間は証券会トップに聞くをお送りしたいと思います。今日は日本証券業協会鈴木重治会長においでをいただきました。明けましておめでとうございます。よろしくどうぞお願いいたします。お忙しいところですが、まあ、証券業界としてのご証券をですね、今日は念頭にあたりましていただきたいと思います。まずは、まあ、今年のマーケットのに対する展望ですね、その辺からお話をいただけますでしょうか。はい、まあ、まず昨年の国内の株式市場を考えますとですね、はい、延期となりました東京オリンピック・パラリンピックの開催、そして米国の大統領選など、まあ、日本のみならずですね、世界的な景気拡大や株価の上昇が非常に期待された年であったんですけれども、はい、まあ、振り返ってみれば新型コロナウイルス感染症という、まあ、未曽有の事態に、まあ、世界のあらゆる国の経済社会が、まあ、翻弄された1年であったと、このように思います。はい、まあ、昨年日経平均3月に一時1万6000円台と大きく下がったわけですけれども、 ね、まあ、その後大規模な経済対策あるいは金融緩和などを受けまして、年末には30年ぶりの高値となります2万7000円台をつけるなど一転して高くなったわけです。はい、まあ、こういった流れを受けましてですね、2011年のマーケットは、まあ、コロナからの財出脱却、そして世界経済が正常化に向かうということを期待したいところでございます。うん、まあ、新型コロナウイルス の拡大というのが、感染の拡大が続いてますので、その点では、まあ、非常に気がかりですけれども、まあ、足元のワクチンの認可が進み接種が始まったということ、そして景気減速に対する追加の対策というのが、経済対策が日本、米国、ユーロ圏で打ち出されてきたと。またご存知のように米国ではバイデン政権が発足するわけですけれども、バイデン氏は多国間主義や同盟国との関係重視といった総姿勢が見られますので、まあ、先行きに対するこの不確実性、不透明性というのは低下するんじゃないかと思っております。うん、はい、またバイデン氏は大統領選挙のこの公約でトランプ大統領を上回るこの規模の財政政策を掲げておりますので、景気に一定程度の刺激をすることが考えられるところでございます。はい、また一方でですね、この国内の株式を見ますと、その需給関係を見ますとですね、マーケットに非常に大きな影響を与えますの外国人の投資家動向を見ますと、昨年の10月、11月に約2兆円近い現物を買い越しております。2ヶ月で、うん、さらに12月も4週までで5000億ほど買い越しております。しかしながらですね、2020年の年間トータル見ますと、まだ3兆円強売り越しであったということを考えると、まだまだ買い余地はあるんじゃないかなと考えております。まあ、今週ですね、緊急事態宣言再発令といったことからですね、まあ、今後のコロナウイルスの状況に注意していかなきゃならないわけですけれども、まあ、2020年に一旦経済、企業の業績、こういったものが底を打ったと考えればですね、はい、今年回復に向かうということは、まあ、明らかじゃないかなと。うん、そしてさらにこの大規模なこの金融緩和による証券市場への資金の大量な流入という状況からですね、日経平均も昨年の末のこの上昇そのままにですね、強い相場と、なることが期待できるのではないかと、はい、まあ、このように思っておるところでございます。はい、まあ、ところで、まあ、証券業協会が進める施策の中で、やはりNISAの制度の、はい、状況ですね、はいはい、まあ、ここも今年も、まあ、力を入れてらっしゃると思うんですが、まあ、この辺の今どういった状況なのか、その辺いかがでございましょうか。そうですね、NISA 制度の全体の口座数は
1500万口座を超えております。はい、その買い付け金額も20兆円を超えるということで、非常に多くの国民が利用する制度になったんじゃないかなって思っておるんですね。はい、特に積み立て NISA の口座数もですね、274万口座、買い付けも5600億円を超えるように、まあ、国民にも出てですね、この一定の認識を得たんじゃないかなと感じているところなんですね。はい、まあ、証券会社におけます積み立て NISA のこの口座の開設の割合をいろいろ見てみますとですね、この20歳から40歳代 の、 この若者の割合、うん、あるいはその、投資未経験者、こういう割合が8割を超えてきてますね。これを見るとですね、積み立て NISA、 これをきっかけに新たに投資を行う層が順調に広がってきているなと、このように私は感じておるところでございます。はい、また昨年は新型コロナウイルスによる下落相場を好機と捉えましてですね、NISA の全体の利用者が伸びたと、このように思っております。昨年9月の積み立て NISA の四半期口座増加数が過去最高となっておりまして、はい、買い付け額も四半期ベースでは過去最高となっておるところです。まあ、以前より申し上げておるところですけど、積み立て NISA のように積み立て型のドルコスト平均法で購入していくものでございますので、これはもうすぐにこの成果が出るというものではないわけですね。はい、まあ、しかしながらこの時間をかけてですね、この成功体験を積み重ねるということがになっていけばですね、普及拡大に大いにつながっていくと、またこの2年3年4年と経てばですね、このまあ SNS だとか、まあいわゆる口コミを通じてですね、あれはいいぞと、自分たちの権利だから行使しないと損だぞということでですね、爆発的な広がりが見せるんじゃないかと私は感じております。このNISA制度がですね、は国民の安定的な資産形成の支援と、経済の成長に必要な成長資金の供給という目的を持っておるところでございますが、今後もこのNISA制度の拡充、そして利便性の向上につながるように関係各方面に働きかけていきたいなと、このように思っているところです。はい、さて会長がまあご就任されてからこの SDGs、はい、まあ今ではだいぶこう普及した言葉なんですが、これをまあいち早くまあ証券会としても取り組みをされたわけですけど、この達成についてはどういうお考えでしょうか。そうですね、本協会で2017年9月から、はい、証券会一丸となってですね、 SDGs に取り組もうということで推進してきたわけですけれども、まあ、この度のこの新型コロナウイルス感染症対策を踏まえましてですね、これまで以上に一層その取り組みを磨きをかけていきたいなと思っておるんですね。昨年はこのコロナ拡大によってサスティナブルファイナンスの重要性が世界で一段と高まって決まりまして、この SDGs に貢献する金融商品に関してもいわゆる SDGs 債の日本国内公募発行額あるいは発行件数というのは一昨年から比べると大幅に増えたわけですね。そうですね、これ今グラフ見てもそうですね。そうなんですね。で、SDGs 債の中でも特に社会課題を解決すると、そういうことを資金使途としましたソーシャルボンドはコロナ後の時代においてもこれまで以上に重要な役割を果たしていくというふうに思っています。はい、また証券会ではですね、この経済的に非常に厳しい状況にあります、子どもたちの支援としてですね、今内閣府が主導してやっております古本募金、はい、これに参画しております。また証券会社はご存知のように株先たくさん持ってますので、株主優待が来るんですね。こういったものを食品中心にしてですね、
子ども支援の目的として活動している NPO 法人に寄付すると、そういう子どもサポート証券ネットの運営にも取り組んでおるところです。はい、さらに上場している証券会社があるわけですけども、そこに株主優待のメニューとしてその寄付を設定していただいて、その株主そして投資家の皆様から株主優待相当額を寄付していただく株主優待 SDG 基金というのも、うん、今実施しておるところでございます。はい、今後も全員の市場関係者等の皆様のご意見を踏まえながら、うん、コロナ休息後の明るい未来を迎えるための取り組みを引き続き全力で検討推進していきたいなと思っておるところでございます。はい、ありがとうございます。最後に個人投資家へのですねメッセージをいただければと思うんですが。はい、最後になりますけれども、この世界本年はですね、この世界にこの閉塞感をもたらしております新型コロナウイルスに打ち勝って、うん、皆様にとってですね幸多き1年で、となるということを、記念しております。証券業界としてはですね、はい、協会の本来の目的であります、協会員の行う有価証券の売買、うん、その他の取引を公正かつ円滑ならしめて金融商品取引業者の健全な発展を図る、うん、もって投資者の保護に資するよう本年も存力を注いでまいりたいと思っております。うん、皆様には引き続きご支援そしてご協力を賜るよう強くお願いを申し上げたいと存じます。はい、ありがとうございました。